はい、今どこにいるかっていうと長野県の松本市にいます。松本で泊まってるホテルがホテルエースイン松本ですね。駅のすぐ横なんですけど、まあ車で来てるんでね、車駐車場、無料の駐車場、ちょっとここから離れたところね、隣接するところは有料なんだけど、離れたところは無料でそっちに止めてます。で、駅から近いということで、まあ電車で来るから特にいいかなって感じがするし、まあビジネスホテルということで立地条件抜群で、繁華街すぐそばだし、まあ駅から松本のお城も1キロぐらいなんで、すごい近いんでね、めっちゃすごいいいなと思います。で、接客の対応も結構他のいろんなホテル泊まってきたのが結構いいなって感じますし、で、部屋としてはまあそのビジネスだけど、まあ綺麗に、してますね。はい。結構その USB のケーブルあったりとかね、するし、あとお茶とかコーヒーが無料で、深夜1時までね、飲めるんでね、それちょっといいなと思ってます。あと朝食が一応ついてるんで、で、1泊8000円朝食付きでね、朝食ですか、朝食無料とか歌ってますけど、あの、お盆の時期、夏のちょっとピークの時期、ちょっとだけ高いかもしれないけどね。で、こんな感じ、ベッドね。ただなんか Wi-Fi の速度がめちゃめちゃ遅くてね、ちょっとびっくりしましたわ。たまたま今日そうなのかわかんないんですけど、そこだけちょっと改善してほしいなと思います。で、こんな感じのね、ベッドも寝心地良かったです。はい。でアメニティ類は一応下にあってって感じですね。でこれがユニットバスですね。